アニメあやか、あやかいトーク、伊吹あかやく梅原雄一郎です。クラマー春秋役鳥海浩介です。アニメあやかのアフレコブースからお届けするアフタートーク企画あやかいトーク、今回最終回でございます。はい、最終回ということで特別に2本立てでお送りしております。今回は、僕と鳥海さんの2人でお届けしたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、まあもう取り立て最終話さっき撮ったところなんですけれども、本当にそうですねいかがでしたでしょうかというところからなんですが、はあ、そうですね、なんて言ったらいいんでしょうね多分ねもう見てる方がほとんどっていうことですよね。基本的には見ていただいた上で聞いてもらってるってことですよね。そうですね。まあ最後ねやっぱ最終回らしいと言いますか、大団円っていう、そうですね、うん、本当に確かこのあやかいトークの序盤で僕、はいはい、あの上村くんと二人で話したんですけど、うん、その時にいぶき死にそうだみたいな話をねよくしてたんですよ。確かにね、やっぱ邪法とかそういうのにこう飲まれて、うん、だんだん蝕まれていってる感がね、最終的になんか自分の命を賭して、うん、なっちゃうのかななんて思ってたんですけど、ね、人気と引き換えにね、なんかいなくなり、ね、存在がなくなりそうな、ね、感じでしたけどね、そんな感じしましたが、ね、見事に、まあ、うん、本当に何でしょうね、皆さんハッピーエンドと言っていいんですか ね、 うすね、うんうん、もしねその11話ぐらいまで見てて、え、仁義どうなっちゃうのみたいな ね、 そうね、ところも仁義ファンの方もよかったなと、ね、胸をなで下ろすんじゃないかなと。仁義の出番もね、うん、その回想じゃなくてねちゃんといたっていう ね、 あの本当にみんなが幸せでよかったと思いますよ。いや本当に綺麗な終わり方というかね、はい、そういう作品でございましたけれども、はいはい、うん、まあ、最終回の見どころ、まあ、あやかいポイント、面白いとか嬉しい、うん、楽しい、あやかいなって思ったところなんですけどまあそうですね、まあ、個人的には、うん、はいはい、うん、まあ、最終的にその赤がその今まで使ってた邪法じゃなくて、うん、はいはい、その柳流の、うん、あの祝詞ですね、祝詞、はい、そう、祝詞を、最後のシーンだとかね、そうですね、はい、言ってるシーンがなんかすごい良かったなというか足を洗って、そうですね、あの真っ当なあの職業を立ち上げた感じの、ね、しましたしね、うん、なんかその辺でこうやっぱ春秋との、うん、やっぱ方向性の違いっていうのが今までずっとあったので、そこをなんか折り合いつけて、うんうん、なんかその辺も綺麗にまとまったんだなっていうのが、そうですね、うん、まあみんなどのキャラもなんでしょうけど、その過去を過去にねいろいろあったものを振り切ってて、まあ、それを乗り越えて、うん、そんで今に至るっていうね、うん、そのだからそれぞれのキャラがみんなねちょっと背負ってるものが結構大きいの背負ってたんで ね、 でね皆さんね、うん、だから、うん、まあ、そこに至るまで結構ドラマチックにねいろいろありましたけども、まあ、だからこその最後のねその、うん、日常に戻るみたいなね、うんうんうん、鞍馬さんもですね、まあ本当に登場したての頃ぐらいのあのぽやぽやした感じのね、ところで終わるっていうのがね、戻ってきたって感じがしますよ ね、うん、ね、あとはゆきとくんがね非常に明るくなって、うん、そうですね、お友達もあんなにいっぱいできてね、うん、本当に良かったですねっていうちょっとね鞍馬さんっぽくなるんですけどそうですねそういう意味でもねなるほど、うん、セリフとしてはやっぱ、まあ、先ほども話してましたけど、はい、やれるか赤やってやるぜ春秋っていうこのセリフが ね、 よく名前を呼び合ったなっていう、ね、しかも語尾につくことが多かったでしょう。そうですね、うん、春秋やるぞじゃなくてやってやるぜ春秋っていう ね、だからそれはよく名前を言ったな、特にこの2人になるとよく言ったなっていうのそうですね、何かポイントがねあの作り手さんの方にあるんですかね、うん、なんかしょうね、推したい何かがね、あの名前をやたら呼び合うっていうのはそうなんですか、ポイントなんですかねあ、やっぱりなかなかこう日常生活で言わないですもんね、人の名前をこう、そうだね、じゃあやりましょうか鳥海さんって言わないですよねそうだね梅ちゃんみたいな、ね、ご飯でも食べに行こうか梅ちゃん何が食べたい梅ちゃん、焼肉でいいかな梅ちゃんみたいな、そうですね鳥海さんみたいなそういう会話ってことですからねそうですね、なかなかないですけど、まあね、アニメとかそういったね作品ならではっていうね、名前を呼び合う、まあ、信頼の証ですよね。そうですね、まあ、あとはちょっと一部ね、そういうのが好きな方もいらっしゃるかもしれませんからねまあね、そういった方たちには喜んでいただけたんじゃないでしょうか。そうですね、12は本当にそういう点も盛りだくさんな
大大変な、はい、そうですね、感じのね、まあ、話で何よりハッピーエンドで良かったと思いますよ、うん、そうですね、うん、本当にあのこれまで、楽しんでいただいて、うん、まあ、最後まで見ていただいたということで本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。ということで、アニメ綾華、ぜひ何度も、お楽しみください。以上、伊吹綾華役梅原雄一郎と鞍馬春明役鳥海浩介でした。